ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車が2016年式 G63 エディション463をご紹介させていただきます。意外にも藤川さんと初めて G クラスの紹介っていう、そうでしたっけ。そうです、はい、もっともう東京店といえば G だもんね、はい、G クラスなんでもっと最初の方で出てくるかなと思いきやそんな感じなんだよね。ようやく1年経ってようやく紹介っていう、はいはい、そして今回限定車ということで、はいはい、いろいろ多分特別なところが多いと思いますのでその辺を重点的にご紹介させていただきたいと思います。はい、でまず車のベースが G63 ということで、はい、はい、いろんなところが63仕様というか、はいはい、まあ、バンパーだったりとかバンパーですね、はい、あとグリルなんかももそうですよね、はい、63、はい、63のグリルです。なんかちょっとセダンとかにも採用されているこのデザインの、うん、そうですね、はいはい、グリルになって、うん、この日本製の、はい、タイプですね、はいはい、そしてこの辺なんかは、まあ、最終形態の顔ですよね。そうですね、はいはい、プロジェクターになっててデイライトがついててっていう、はいはい、でさっきちょっと話が出たんですけどこの辺はなんかオプションで網がね、はい、網をつくので、はいはい、アタッチメントなんかもついてて、はいはい、かなりスポーティーな、はい、顔、うん、前回りになってます、はい、でこれあれですかプロテクションが一通り貼ってある感じですかね、はい、フロント周りここまで、はい、ドアミラーとフェンダーのところまで、プロテクション、そうですね、なるほど、が貼ってあります。すで、はい、にじゃあそんなのも施工してある、うん、ほんと変わんないですね、ね、全然、うん、はい、ほんと変わんないです。で現行も本当にこのデザインを継承してるじゃないですか、うん、だからパッと見もう本当に見分けがつかないというか、そうですよね、はい、オーナーさんじゃないと多分一般の方ってあんまり気がつかないかもしれないですよね、はいはい、そのぐらいなんか変わらない伝統的な外観です、うん、はい、そうですね。そして横に回っていくと、うん、横結構特徴的ですね、はい、はい、定番のこの限定車っていうかこう、うん、エディション系のホイールですよね。そうです、はい、リムがこう、はい、ダイヤモンドカットというか、そうですね、はい、なってて、はい、あれこれ単造でしたっけ、単造、はい、そうです、単造ですよね、そうだ単造ですよ、はい、これで当然今回は463エディション463なんでアルミホイールが専用で、あのちょっと土すっ飛ばしましたけどこの、はい、アンダープレート、これもエディション463専用の、そう463専用なんですよ、もともと、はい、そうなんです、ね、そうなんです。で、G63 通常のモデルをお乗りの方の定番でこれをつけるっていうのも意外と定番だったり、なるほど、最近は多いですね、はい、じゃあそんなのもついてちょっとオフロード感があったりしますよね。そうなんですよ、はい、うん、なるほど、はい、そして戻っていくと、はい、まあ、ベースは63なんでキャリパーも、そうです、はい、赤いレッドキャリパーですね。そして6ボットの大きいのがついてると、はい、そうです。でこれ車高は特にはいじってない、うん、いじってないです、なるほど、はい、足回りはオリジナルの状態ですね、はい、はい、で横なんかももう本当に変わんないですね、うん、この辺のなんかモールとか、そうですよね、この辺のデザインとか、はい、はい、うん、こんな感じで。そして横のデカールもエディションなならではな感じですよね、はい、はい、エディション専用のお客様スポーツデカールですね。これゲレンデだけじゃなくて他のセダンとかにも、はい、ついてますね、ついてますね、 G63 の、はい、エディション507とかもついてます。ザ・エディションなデカールも入ってて、はい、サイドステップがこれ黒くなってますよね。そうです、はい、これはブラックアウトされてます、ラッピングですね、そういった加工もしてると、はい、はい、そしてマフラーがなんと見慣れたマークが、お、はい、いいですね、ブラバスのマフラーが、そうなんですよ、はい、でこれ両方出しですよね。そうです、はいはい、片側2本ずつの4本出しマフラーがついてるという、はい、しかもこれあの車検対応ですからね。そうなんですよね、そう、 E マーク付きなんで、で後からなんかこう横出し OK になったじゃないですか。そうですね、はいはい、それまでってこう横出しって保安基準 NG だったんですけど、はい、何年か前から OK だったんですよね、うん、なんでこの辺なんかもついてると、はい、そして後ろも同様にエディションのホイールが装着されてて、そうですね、はい、ちょっとこの辺もあれなんですかね、オフロードを強調する、うん、はい、マットガードというか、マットガードこれ、はい、あのゲレンデついてるんですけど、はい、お客様によっては外してくれっていうことも結構言われます、私ども。なるほど、うん、ちょっと僕的にはですけど、ちょっとアンバランスな感じ、あ、そうですか、はいはい、しちゃうんですよね、ほうほう、はい、これだけゴムだと、はいはい、まあ、その辺は好みで、ただそれ外しちゃうと結構巻き上げありますよね。そうなんですよ、それが嫌なのでちょっとどうなんだろうと思いますね。じゃあもう実用性を取るか、うん、その見た目を取るかっていう感じで、そうですね、はいはい、そんなのもついてると、うん、そして後ろに回っていくと、はい、はい、AMG のエンブレムがついてて、うん、まあ、ゲレンデといえばやっぱり背面タイヤ、そうですね、はい、この辺が黒いくなってる気がするんですけど、これは、はい、それもラッピングです、ね、これもラッピングで黒くなってる、はい、バックアウトしてます、はい、で63のエンブレムがついて、
後ろのバンパーとかって別にあれなんですよね、うん、共通ですよね。共通です、オリジナルです。63とかみんな一緒ですじゃないですよね。はい、なるほど。こんなエクステリアになってる。はい、で今回の車なんとスペーサーが入ってるってことなんで。そうなんですよ、本当にツラツラになってますね。はい、はい、このなんていうんですか、出面がいい塩梅に、はい、らしい感じで定番です。じゃあちょっと内装を続いて見てみたいと思います。で当然スマートキーなんかはない。ないですね。はい、はい、でそしてゲレンデって言ったらこれですよね。はい、この独特な。そうですね、はい、そして若干こう締めるのに力がいる。はい、はい、で原稿もなんかこれを再現されてるんですよね。そうです、はい、この音と、はいはい、締まった感じを、うん、ちょっと特殊なヒンジになってます。そして内装めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。内装かっこいいですよね、はい、これが463の限定の内装ということで、うん、そうです、はい、でこれボディカラーと内装カラーがセットなんですよね。そうです、はいはい、でこれ白選ぶとこの白黒の、白黒というかちょっとクリーム色ですかね。はい、AMG の正式名称ではポーセレンって言います。ポーセレンとブラックのツートン。なるほど、はい、になります。でこのダイヤモンドカットの、ダイヤモンドカットじゃなくて何ですか、はい、ダイヤモンドステッチ、はい、もう一回いいですか、うん、このダイヤモンドステッチの、はい、白い部分とちょっとこれ黒いところあれなんですね、うん、カーボン調というか。そうなんですよ、これもエディション463専用のカーボン調レーザーシート。あ、そうなんですね、はい、ちょっと一見黒いレーザーかと思いきやカーボン調のレーザーになってます。映る、映る、映ってます、はい。そしてステッチもちょっとそのクリーム色っぽい感じですかね。そうですね、こんなドアになってます。もうドアとかももうめっちゃ薄いですよね。薄いですよね、なんかこの辺ほんと変わんないですよね。はい、はい、そしてシートも真ん中がダイヤモンドステッチで。そうです。でダッシュボードもちょっと特徴的な。そうなんですね、薄いというべきかちっちゃいというべきか。薄いですよね、今時の車から見ると。本当になんか SUV、 なんて言いますか、ジープって言えばいいんですか。 SUV ですかね、ジープタイプ。ジープはだって登録商標だから。そうですよね、うん、なんかそのジープタイプのなんか本当に SUV っていう感じの、うん、そうですね、はい、ダッシュボードと、はいはい、ちょっと乗ってみてもいいでしょうか。はい、スカフプレートなんかは光る AMG のスカフプレートがついてます。そしてこれデジーノのインテリアってことになるんですかね。そうです、デジーノのマットがついて、はい、はい、口もちゃんとこの色。一般的なゲレンデの G63 だと AMG の、 あのエクスクルーシブインテリアパッケージという同じ内容なんですけど、専用のカーボン調レーザー。なるほど、はい、になってます。よいしょ。そして中はこんな感じです。はい、ちょっと正直一言言っていいですか。はい、ちょっとこの内外装のワイルド感にちょっとミスマッチというか。あ、そうですか。はい、はい、内装至る所がちょっと高級な感じしません。そうですかね、はい、ちょっとこの辺のシフトとか、あ、ちょっとカーボン対応されてるところとか、はいはい、私は古いゲレンデをいっぱい見てきたんで、はい、表も中も結構こう高級感があるっていうふうに見えてしまいますね。僕素人なんで、はい、この外装のオフロード感丸出しの車で中がこう意外にこうミスマッチなこの高級感がすごいインテリア、ちょっと違和感を、はい、覚えますか、はい、でもなんか新しい組み合わせで。そうですね、そして次の現行ゲレンデになんかやっぱりつながってるなっていう、はい、この特にメーターのデザインとか、うん、はい、でステアリングはこれ車外なんですかね、はい、加工というか、ね、はい、純正じゃないですけど、ね、うん、カーボンの、はいはい、インテリアにマッチしてますよね、はい、でちょっとこの SUV っぽいというからしいというか、うん、こう平面な、はいはい、ちょっと立体感のない、うん、はい、平らなタイプのステアリングで、あ、でパドルなんかもやっぱりしっかりついてるんですね、はい、ついてます。はい、しかもこれ金属のちょっとこう重たい感じの、いい感じの、はい、はい、パドルが質感も良くて、はい、タッチもいいです。そしてメーターはもうこれメーターだけ見ると、はい、車種分かんないですね。そうですね、はい、確かに。もう他のなんかセダンとかクーペと、はい、共通のメーターですごくレーシーです、はい、そして真ん中やっぱりカーボン調というか、うん、なってるんですね、はい、なるほど、こんなメーターで、うん、でこの辺全部レザーなんですね。そうなんですよ、ダッシュボードも全部。そしてこの下もじゃないですか。そうです、すべてレザー張りになってます、高級感すごいですね、はい、本当に、うん、そしてナビ周りは、はい、これモニターが大きくなってるんでしょうか。これは8インチモニターですね。本来はこの年式だと、うん、もう一回りちっちゃい7インチですね、はい、モニターを、うん、車外の8インチに交換して大きくしてあると、うん、そうです。
なんかその辺のグローブボックスもなんか開き方も、うん、はいはい、なんか感じも本当にこういう SUV というか、なんて言いますかね、はい、ジープタイプというか、ジープタイプっていうんですかね、はい、もう本当になんかラングラーとか あの手の車のなんか衣装というかに似てますよね。そうですね、なんかオフロードっていう、はい、オフロード車両って感じですよね。そしてこの辺の、この辺変わらないですね。変わらないです。ボタンのデザインというか配置は、うん、あの一緒ですけど、はい、デザインがちょっと変わっただけで。そうですね、はい、デフのスイッチなんかもこの辺ついてる。はい、でこの辺ナビじゃない、うん、オーディオ周り、オーディオ周り、はい、はい、でシートヒーターとベンチレーションもついてる。ベンチレーションついてるんですよ。あ、そうなんですね。はい、もう普通に高級車ですよ。高級車です。当たり前なんですけど、はい、そうですね、はい、はい、そしてこの辺がエアコンと、うん、はい、はい、でシフトと、うん、はい、ああなるほど、はい、はい、ハイザーロボついてて、はい、カーボンの高級感がすごいです。でこの辺も全部レザーでステッチで、うん、はい、でサイドブレーキも、はい、引くタイプなんですか。引くタイプなくなりましたね、うん、はい、今見ないですね。引くタイプで全部レザーとステッチと、はい、はい、そしてこの辺も、あ、割と容量があります、うん、はい、そして蓋の高級感もすごいです、はい、うん、けどなんかあの AMG のマークとかはないんですね。ないですね、はいはい、なんかこの辺とかこの辺とか入ってて良さそうな感じしたんですけど、そうですね、意外にないっていう、うん、はい、さ背もたれにちっちゃくこの AMG の、はい、はい、バッチがついてますね、はい、こんな感じのインテリアです。ちょっとオンにしてみましょうか、はい、そしてキーが差し込むタイプなんですね、うん、そうなんですよ。キーレスゴーじゃないんですね。違います。はい、差し込むタイプで、うん、はい、あ、もう安定の63サウンドです。そうです、はい、ドロドロ言っております、はい、なるほど。でナビもやっぱり1インチ大きくなってるんで非常に見やすいですね。はい、はい、で中身的には、うん、あれですよね、一世代前というか。そうですね、ですよね、はい、C クラスで言ったら204の、そうです、はい、中身という、うん、まあ、使い勝手は変わらないんですけどね。まあ、この辺からナビかなり使えますからね。使えます、使えます、まあ、必要に応じてバージョンアップだったりしてもらえば、はい、そうです、はい、まあ、十分使っていただけると思います、はいはいはい、そして今回の車はレーダーとドラレコもついてるんですね。ドラレコついてますよ。なるほど。でルーフはピラーから、ピラーも全部アルカンターラなんですね。はい、で天井が全部アルカンターラっていう。そうです、はい、はい、でサンルーフも、うん、これはシェードとかじゃなくもう直で開くタイプですね、はい、そうです、はい、ガラスサンルーフじゃないですからね。なるほど、はい、でもこの辺ちゃんと全部アルカンターラ、うん、アルカン、はい、入ってます。ちょっと開けてみましょう、はい、わあ、いい感じです。いい感じですよね、はいはい、こんなサンルーフもついてると、うん、はい、でもバイザーはあれなんですね、普通にビニールというか、はい、そうですね、はい、合皮ですかね。ちょっとアルカンターラにしてほしかったなっていう。本当ですね。ちょっとばっかりポイント出ちゃいましたね、はいはい、こんな感じで、はい、え、いいっすね、なんか、はい、いいと思いますよ。でシートは結構あれなんですね、うん、そう、調整幅は細かく、このメルセデス定番のこのタイプの、うん、はい、調整プラス、うん、こっち側に、そうです、はい、エアーで、はい、ランバーサポートを調整できます、はい、動くタイプの、そうです、結構細かくできますね、はい、背中の出っ張りとか、はい、はい、サイドサポートとか、はい、うん、かなりできると、はい、え、いいですね、うん、こんな感じです、はい、あと今回の車ちょっとついてて嬉しいドリンクホルダーが、そうなんですよ、はい、ゲレンデドリンクホルダーがないんですよね。ないです、はい、で社外品で専用のドリンクホルダーがついてるんで、はい、まあ、フィッティングも、はい、うん、使い勝手も、あの社外で汎用品つけるとここドアの内張りに当たっちゃったりとか、はいはい、パワーウィンドスイッチが使いづらかったりするんで、これはねすごくいいです。なるほど、はい、これめちゃめちゃ売れてるんですよね。そうなんですよ、ディーラーさんなんかでも結構取り扱っていただいたりとか、はい、はい、大人気商品となってます。やっぱりこの手の車のインテリアのこのイメージ崩さないのもいいですよね。そうですね、はい、そんなドリンクホルダー、まあそんなに高いもんでもないですけど、はい、まあ、ついてて嬉しいドリンクホルダーも今回ついてると。そうですね、はい、はい、で、あ、そうだ、あとペダルですね、うん、はい、これが僕勝手にちょっと独特だなと思ったんですけど、うん、はい、はい、ちょっとこの、うん、まあでもセンターって言えばセンターですかね。で元々が軍用車なんですね。そうですね、はい、うん、でちょっとこうアクセルペダルとブレーキのこの高さがちょっと違いがあるっていう、うん、はいはい、そしてブレーキはちょっとこうストロークが長めですね、長めの、はい、うん、あとは急
距離が遠いですよね。こういう風になってるっていうのもありますし、はい、あとペダルとペダルの距離が遠い。はいはいはい、はい、そうですね、うん、よいしょって踏み替えないと踏めないタイプの、うん、はい、これあの土いわくブーツでもいやっていう話ですよ。ペダルを踏みやすいと真偽のほどは定か真偽のほどは定かじゃないです、はい、でも四駆ならではだと思いますよ。けどなんか一説によるとなんかそのもともと軍用車だから、はい、その厚底のそうですね靴でも、うん、踏みやすい踏み間違いがないレイアウトになってるって、うんうんうん、こんなペダルです。はい、はい、じゃあ続いてリアも見てみたいと思います。石川さん知ってますかこれ。リアこれ純正だとここまでじゃないですか、はい、これ海外チューナーで90度開くキットがあるんですよ。その意味は何かあるんですか。乗りやすいって。そうっすか。正確には89度だっけな、はい、あのマンソリーとかブラバスとか直角までほぼ直角まで開くんですよ。あ、そうなんですか、はい、そうするとちょっとこう助手席じゃん後ろの席もアクセスしやすいって、はい、そんなのもあります。はい、ただの宣伝です、はい、そして後ろの座席、後ろの席もドア同じようにダイヤモンドステッチとカーボンのレザーと、そしてびっくりリアシートヒーターついてるんですね。ついてます。なるほど。ゲレンデは基本的に、4座シートヒーターがついてるっていうのが定番ですね。でも全年式じゃないですよね。全年式ですけど、あの細かく言うとグレードの違いはあるんですけど、だいたいリアもついてます。あ、そうなんですか。はい、でインパネ周りがこれ新しくなってるんですけど、もともとここにあったんですよ、リアシートのシートヒーター。ピラーの方に。あ、そうですそうです、はい、うん、なんでこれはこっちにドアに移動してる新しい方のインテリアですね、はい、で最近珍しいハイザラもついてたりとか、ね、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、リアはめっちゃ高いですシートが。そうなんですよ、はい、これがいいですね。眺めがいい感じ。眺めがいい感じ。そして後ろに乗って気がついたんですけど、座席めちゃめちゃでかいっすね。でかいっすよね、はい、厚みもなんかもう座席がマッチョです。そう、はい、肩幅もものすごくあるし厚みもパンパンですね、はいはい、びっくりするぐらい大きい座席なんですね。前の座席、ね、改めて言われたら僕もそう思いました。そしてそんなにすごく快適かって言われると、はいはい、まあスペース的にもそんなに特別広いわけじゃないですし、うん、そうですね、はい、あの正直言うと、乗り心地のいい車じゃないですし、特に後ろは乗り心地とは言えないですね。でも年々こうこの同じ463のタイプですけど、少しずつこう乗り味も改良されているのかなって、あの年式によって乗り味が違います。なるほど、はい、なので僕乗った初めて乗った年式が、はい、これよりもっと全然古くて、ええ、乗り心地の悪さにびっくりしました、うん、そうですよね、はい、だからもうなんか足回り交換がなんか定番の年式らしいんですけど、うん、はい、まあ、これはもう交換するなっていう、ね、ただこの辺の高年式は割と乗り心地がだいぶ違います、はい、あの AMG のコンプリートカーに共通して言えることなんですけど、最初のモデルってで、最初のモデルって最初の年式、そのモデルの最初の年式って妙に硬いんですよ。はい、でそこから始めるんですか。そうなんですよ。でモデル末期になってくるとどん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 乗り心地良くなってくるって、ちょっと不思議なストリートに寄せてきてるんですか、ね、そんな感じですね。それはもう AMG あるあるです。なるほど、はい、そして、まあ、割と直角です、はい、そうっすか。あでもそうっすね、はい、僕は適度にいいなと思ってます、はい、うん、でリアは特にエアコンとかは、うん、はい、吹き出しがあるだけですね。あと調整なんかはない。はい、ドリンクホルダーあるんです。ドリンクホルダーですね。あと 12V のシガーソケット。シガーソケット。はい。はい、なんでまあ快適ゆったりってわけじゃないですけど、大人の方も普通に、はい、乗れます。4人、5人乗っていただけるんじゃないかなっていう。はい、ね、ボディサイズの割には特に狭くもなく。そうですよね、はい。はい。そんなリアシートでございます。はい。音がいいですよね。音がね。ガシャン。ャンただ、うん、故に閉まりづらいっていう。そう。はい、ただこれ慣れてもらえば全然、はい、ちょっと初めてこう閉めたりするとハンドアになりがちですよね。僕は土ほどじゃないですけど昭和の男じゃないですか。だから別に違和感ないんですよ。昔の車ってそんなに軽くないんですよ、閉まりが。だからなんかこう、はい、皆さんここまでの勢いでこう終わっちゃうじゃないですか。昔の人ってこうやって閉めるんですよ、はい、だからただ閉め方の感覚が逆なだけで閉まらなくはないです。今の車の感覚で締めるとちょっとこう、
力が足りないとか勢いがちょっと足りなくなっちゃう、はい、閉まらないですからね、まあ、この辺は味なんで、うん、だと思います、はい、変わらずこのまま、そうですね、これがいいです、原稿もこれですからね、はい、そうです、はい、そして後ろはなんと、はい、通称タンスがついてるじゃないですか、タンスついてます、はいはい、おすすめのタンスが、なるほど、これはすごく便利です、フラットになるのと荷物がすごい積みやすいです、特にゴルフのキャディバッグ、これないとここが出っ張ってるんですよね、そうすごい出っ張ってるので、ゴルフのキャディバッグだとかあとこうスーツケースに入れたとしてもこの容積的にはすごく、狭くなっちゃうんで、これだと本当真四角に使えます、なるほど、はい、あとはカーゴネットがついてます、はいはい、あ仕切りというか仕切りですね、として使えるわけですね、はいはい、そしてこの辺容量も、はいはい、まあ、タンスというだけあってたっぷりです、奥行きすごいんで、はい、まあ、洗車用品とか、はいはい、そういったで先ほどこれ全部入れてたんですけど一応出してみました、なるほど、このこういう量を全て入れてもまだ余るぐらい、まちゃんと収納できるとできます、はい、そしてこっちにもついてるんですよね、はい、そうです、はい、でこっちは結構奥行きがあるんで傘なんかがフリーのスペースになってるんで、そうです、傘とかよっぽど長くなければ、そうですね、傘なんかもしまえちゃう、はい、はい、こんなのもついてる、はい、はい、後ろこの辺もダイヤモンドステッチで同じようにね、はい、結構高級感ありますね、はい、で続いてボンネット見てみたいと思います、はい、ボンネット開けるのもちょっと独特ですよね、そうですね、これ押して押す感じです、はいはい、そして重たい、重たいですね、はい、これね、もう普通にスチールのボンネットですよね、そうです、最近なんかみんなセダンとかアルミのボンネットになってて、そう、すごく軽くなってますけど、あのダンパーが長い、あーなるほど知らないぐらい長いですね、はい、しかも片側でやってるんですね、片持ちなんですよ、はい、なるほど、まあ、長さと容量稼ぎですかね、はいはいはい、そしてエンジンはもう安定の AMG の V8、うん、間違いないですね、この辺が積んであると、ただぎゅうぎゅう感が半端じゃないですね、はい、うん、無理やり収めた感が、もう最初はだってもうこのゲレンデの一番スタートの時ってもっとちっちゃいエンジン、うん、全然小さいですよ、ですよね、はい、だからなんかそのレビューのやつで書いてありましたけど、もう多分その最初車をこの車を作った時は最後にこのエンジンを多分積まれるって全く想定しないでスタートしてるんだろうなっていうのが書かれてました、間違いないですよ、ですよね、はい、どう間違えて V8 を積んじゃうんだっていう話じゃないですか、はい、最後もう夢にも多分思わなかっただろうっていう、そうですよね、エンジンが積まれてるっていう、うん、で排気量的には 5.5 リッター、はいはい、馬力が571馬力でした、はい、もう怒涛の車も重たいですけど、でもやっぱり V8 の 5.5 のそのトルク感っていうのが半端ないですよ、最近どんどんこうダウンサイジングしてって、そうですね、排気量もちっちゃくなっちゃってますけど、そうなんです、はい、この辺はバッチリ大きい排気量が、もうたまらないです、怒涛のトルクで走ってる、怒涛のトルク僕大好きなんで、ただスピード出す車じゃないんで、あ、そうですね、ですよね、はい、うん、まあ、余裕のパワーで街乗り、はい、まあ、高速ちょっと使っていただけるんじゃないかなと、はい、じゃあ続いて店頭周りを見てみたいと思います。お願いします。これデイライトですかね。はい、デイライト、このライトの下が光るタイプですね。そしてスモールだと現行してロービームでプロジェクターが光ります。そして排気性能なんでハイビームはそのまま上に持ち上がる感じですね。そしてウインカーがもう定番のこの位置です。そしてあとはミラーの両端が光るタイプになります。続いてリアも見てみたいと思います。でリアはもう想像通りというか、そして電球で光るタイプですね。そしてブレーキだとそのまま明るくなって、バックランプとあとはウインカーですね。そしてバックフォグも助手席側についてます。ありがとうございます。じゃあ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。マフラーめちゃめちゃいい音してますね、うん、はい、そして吹かすとこう車がこう揺れるっていう、はい、これがねなんかイケている感じだったどんだけパワーあったらそうなるんだっていう、マッドマックスの世界みたいな、確かにいいですね、野蛮、はい、野蛮な感じこの上ないよ、ちょっと ワイルドさが、お願いいたします、はい、
いいっすよね。もうこの本当に四駆の車に乗ってるっていう感じが。そうなんですよ。いいですよね。わあ。ちょっと今回はね、はい、音が、はい、いい音してますね。ドロドロ言ってますね。はい、うん、よりによってレーダーの設定がちょっとセクシーボイスになってるっていう。そんなことあります？そんなことありますよね、はい、いやいいっすね、うん、意外にこう車幅感覚ってこのウインカーのおかげというか、いやすごい分かりやすいです。分かりやすいですよね、はい、僕はそれあの前乗った時に思いました、うん、で車が目の錯覚なだけですごいちっちゃい車なんですよこれ、はい、なるほど、はい、なんでだからすっごく分かりやすいです。うわ、怒涛の V8 サウンドが、そうですね、うん、いい感じの音が出てます。いい感じですね、はい、あでも確かに僕乗った最初に乗ったゲレンデより、うん、乗り心地はいいかもしれないです。なんかしかもだってこういうタイヤじゃないですか、薄めの21インチの、はい、僕乗ったやつは、はい、そのオフロードのタイヤ入ってたんですよ。あだそれ余計あるかもしれないですね。それはありますね、うん、重たいし、そう、うん、硬いし、ね、年式ももっと全然これよりあの古いタイプのやつだったんですよね。ああ、はい、なるほど、はい、うわー最高です。なんか他のあれじゃないですか、まあ、マフラーの関係もあるんですかね。なんか他の AMG のこのエンジンよりドロドロ感が、はい、あそうですね、はい、マフラーのせいですね。ドロドロ感が強い感じが似合ってますよね車に、はいはい、で土が思うほど乗り心地は悪くないでしょ。悪くないです、はい、意外です。僕乗ってたのがもっと年式が古いやつで、うん、オフロードのタイヤだったんで余計ですね。余計ですね。そう悪い方が上昇されて、でも、うん、思ったんですけど、はい、そのいいと悪い、はい、好きと嫌いは違うらしいですよ、うん、そうだね、はい、バイワンガンミッドナイトです、はいはい、いやでもそうだと思うよ、はいはい、やっぱりこういい、まあそのポルシェもよくその最新こそ最良とかつって、いやいやそれ全然違うでしょっていう石川さんも言ってたんですけど、はい、やっぱりそれを好きなのか、うん、嫌いなのか、うん、いいのか悪いのか別らしいです。そうですね、はい、いや全くその通りだと思います、うん、だからもうゲレンデなんかもそれこそ本当に年式によって全然キャラクター違うじゃないですか。そうですね、外観こそ変わらないですけど、はい、だ僕本当にこの先代モデル、うん、はい、好きですこれ。いや僕も大好きです。うわペダルこれ離れてて踏みづらーとか思ったっすけど。あそうですか、はい、いやこの悪の強さというか、はい、癖の強い感じ、はい、いいですよね。いいですね。ちょっと男前な感じもあって、はい、なんかもうそれが市場価格にも現れてますよね。そうなんですよ。全然値段落ちないじゃないですか。落ちないですね、はい、うん、びっくりしますね高すぎて、はい本当ですよ。普通だったら次のモデルが出たら、うん、だいたいこう先代モデルって安くなっちゃうじゃないですか、うん、はい、しかもゲレンデってネットで皆さん検索すると分かると思うんですけど、それなりの台数が出てくるのにみんなが全部高くてマーケットが成立してるっていう。ああなるほど、はい、台数多いのに。そうなんですよ。値段が全然崩れないっていう。そう日本車はどん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 値段下がるっていうのはある意味こう誰でもって変な言い方かもしれないですけど、買いやすいために当然、ドメスティックブランドなんで、はい、ドメスティックのメーカーなんで皆さん買いやすいから普通に買って、台数もどん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 あっという間に一つの車種で何千何万ってなる可能性あるじゃないですか。で結局そういうこともあって、はい、国産の台数ってどんどん増えて、多ければ安い、なんていうんですか、安い値段の戦いになっちゃう、値段競争、まあ、普通そうですよね。ファイが大きければ、はい、その通りです。なんですけどゲレンデってやっぱり欲しい方もそれなりに何人も通常の車よりは多いので、高値安定のままでマーケットがずっと、本当ですね、びっくりです、はい、出来上がってますね。そしてなんかもう高級、新しくなれば高年式になればなるほど高級でこうコンフォートで、うん、はい、っていう感じですけど、そうたまにこうプロフェッショナルみたいのがいたりとかね、はい、はい、そしてそれとミックスされてる感の、うんうん、東京でも作ってましたよね、うん、外観がプロフェッショナルで内装が現行っていうまあ現行というか、ね、当時現行ですよね。そうありましたね、はい、はい、そんな車作ってみたりとか、うん、はい、でも
少なからずの快適性を求めながら、はい、その昔風のっていうか、ちょっとこのデザインとか、そうですね、はい、使い勝手とかはこうオフロードなので、はい、いやもうだってこれ他にないっすもん、こんなダッシュボードで、うん、はい、こんな乗り味で、そうですよ、はい、車ね。僕ちょっとやっぱりこのこれよりもうちょっと古い方が好きですね。シフトノバこういうやつですか。そうですね、はいはい、ゲートのガチャガチャっていう、あのウッド割れちゃうウッドのやつ。そうですね、はい、でもなんかあの辺の年式って結構いろいろトラブルじゃないんですけど、はい、そのウィークポイントというか、やらなきゃいけないところ部分が多くて、はい、今になってしまうとやっぱり大変ですよね、それがね。なるほど、うん、まあでもその辺はポルシェでじゃないですけど、うん、こうやっぱり好きなら乗り越えていけますし、そうです、ね、やっぱりファンがいる車ってやっぱり情報もありますし、うん、そうなんですよ、アフターパーツのパーツもありますし、はい、で特にヨーロッパの車、特にドイツはずっと供給しますから ね、 そうね、国産車みたいに販売終了してから5年10年でパーツなくなっちゃいましたってないですから、ね、ないですね。それが安心ですけどね。もうメルセデスとか信じられないぐらい古い車のパーツまだ出ますからね。びっくりしますもんね、はい、その辺がやっぱり古くなっても全然評価が落ちない、うん、はい、ドライバー交代で、はい、スイッチお願いします。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。じゃあちょっと僕運転で、はいはい、あれやっぱりペダルは僕ちょっと違和感ありますよ、うん、ありますか、はいはい、僕は全然ないですけど、ブレーキの位置が違いますね、やっぱり普通の車と。そうですね、はい、うん、普通の車よりちょっと左に寄ってるというか、はい、よいしょって踏み替えないとやっぱり、うん、けどあれなんですよね、このペダルの高さを調整できるパーツもあるんですよね。あります、はい、はい、アクセルペダルスペーサーがありますので、アクセルちょっと手前にして、そうです、踏みやすくするパーツもあるんですよね。なんかその辺もさすがですよね。そうですね、なんかね、すごい人気商品ですよ。やっぱりみんなこう悩んでるというか、そうですね、はい、ちょっとあれと思うようなものはだいたいアフターパーツであるっていう、うん、はい、わ全然コンフォートっすね。なんか別に、はい、それで走ってるのは平気でしょ。僕一回乗ったやつと全然違いますよこれでも、はい、さっきも言ったようにこれエディション463なので21インチの薄めのタイヤじゃないですか、 SUV にしては、はい、それでも別に乗り心地いいとは言わないですけど、なんかこうとんでもないっていう感じではないんで。そうですね、はい、大丈夫だと思いますよ。うわー、この V8 サウンドが、はいはい、ドロドロした感じで最高です、はい、いいな、うん、なんか意外とね、いい音を聞かせてくれるんで、はい、このマフラーがこれブラバスでしかも車検対応だから、うん、もう全然うるさすぎないじゃないですか。そうなんですよ、それもいいっすよね。それもいいです。この年式やっぱりバルブとかついてないじゃないですか、はい、本当に絶妙な音量に、うん、なんかもう変わんないっす本当にこのパワーウィンドね、そうなんですよ。ここで引くハンドのこうサイドブレーキ出して、そうですそうです、はい、で進化してってもこれオフロード性能はもうすごいんですよね、うん、そうなんです、はい、だからこの辺がなくならないし、うん、はい、これいいです。でさっきあの柳瀬のキットが積んでありましたけど、うん、はい、はい、もう万が一の時でもそうです、いろいろできるように。そうです、北海道まで積んでありましょう。そうですよ、はい、仕返して回路なんか誰かが後から入れたみたいな感じですけど、はい、あれが柳瀬のはい、本当にこれで山に登っても、そうですそうです、万が一ね、雪山で何かあっても多少大丈夫かなみたいな気はしますけど、いいな、うん、やっぱり僕は新しいのよ、ちょっと新しいのもいいですけど、うん、こっちの先代モデルいいですね。いいですね、うん、これ僕ちょっと今僕目線でこう前見てるんですけど、ちゃんとこうウィンカーが両サイド見えてるんで、はい、車幅がつかみやすいっていうんですかね。ですよね、やっぱりいいですね。本当乗ってて楽、車の四隅が分かりやすい車って本当いいです。360度とかは当然ないわけですよね。ないですね。
ただこの車はオプションのサイドカメラがついてます、はい、なのでここについてるはずのボンネットのところについてるはずのキノコのミラーが外されてます。なるほど。でも車検対応なのでサイドカメラで、要は、うん、助手席側のフロントタイヤのところが見えれば OK なんですね。そうです。でそこのライトスイッチの横にちっちゃいボタンスイッチがあるんで、それを押してください。ポチッと押すと、あ、そうです、あ、これです。なるほど。これ今助手席のドアミラー下が見えてます、はい、ミラーの代わりにカメラで確認できるから OK ってことですか。そうです。これ車検対応になってます。これ車検対応も嬉しいですけど、はい、これでこれだけ視認性いいと寄せたりとか、うん、そうなんですよ、避けたりとか幅寄せの時にすごくいいですよね。はい、うん、ちょっと分かりづらいかな、かなり、はい、いいと思います、まあ、こっちはこう覗けば見れますしね。そう、うん、はい、いや、これちょっと万人受けするとは言わないですけど、うん、いいですよ、ね、やっぱりゲレンデ、うん、売れてるだけあります。いや、本当ですよ。納得です。納得ですよね、はい、結構形が武骨で、はい、四角くて背が高いので、ちょっとさっきも言いましたけど大きく見えるじゃないですか、はい、でも実寸が本当ちっちゃい車なんで、今の新しい目の車でいうと C クラスサイズぐらいですかね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。全長全幅、はい、車検証上長さも 4m60 ぐらいしかなくて、車幅も180、6、それぐらいなんですよ。はあ、はい、じゃあこの高さだけがね、はい、197とかありますけど、デザインと高さでこのちょっとそう大きく見える、大きく見えてるんですよ。実際は小っちゃいんで、だからあの狭いところでの取り回しも、あのハンドル切れない割には楽ですね。なるほど。はい、余裕のパワー。余裕です。速いかって言ったらそれはクーペとかセダンのこのエンジンのやつの方が速いですけど、はいはい、SUV ですから。そしてこの塊感がすごいです。すごいですよね。ドド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 。そうなんですよ、はい、ちょっと某有名 YouTuber がゲレンデ見てダンプカーって言ってましたけど、はい、ダンプカーですか。すごいですね、形容の仕方が、はい、でもちょっとわからなくもないな。はい、いいな。本当にでもこれゲレンデだけど、もうステアリングチルトもテレスコも、そうなんですよ、全部シートもこんな、だ一通り現代装備は全部ついてるので。いや本当ですよね。そう、ブラインドスポットモニター、 あそこそこそこ、そう、あと何もついてるんですね。はい、クルーズコントロールもレーダークルーズですし、はい、なんか普通に本当安心して乗っていただけますね。いや、いいな。なんか乗り慣れてる、動かし慣れてるせいなのか、はい、なんかこう商品車の移動とか、はい、お客様の階層の移動とか、この方のゲレンデをこう乗るときってなんか安心します。ああ、なるほど、はい、運転しやすいので。え、これはいいわ、やっぱり欲しいっす僕。乗るとね、すごくいいですよね。やっぱり難点って言い方悪いかもしれないですけど、はい、あのよくミニバンでも言われるように高速の横風ぐらいですかね。あ、なるほど、はい、当然当たり面が強い、大きいので。だから難点はだから本当に高速だけですよね。そうです、そうです。高速ガンガン走る人だったらもう現行か、うん、もしくはメルセデスの他のSUV、うん、でも、まあ、一応100キロが基本じゃないですか、はい、最高速度、はい、で一部高速道路においては110キロで、そこら辺のスピードレンジだったら僕はもう全然何の違和感もないというか、はい、全然背の高い SUV に乗ってるっていうことは当然分かりますけど、大変かったらそうでもないですけどね。まあ、普通には全然乗れちゃいますよね。全然普通に、はい、ただ今の車が快適すぎるじゃないですか。そうなんですよ、はいはい、うわ、もう本当にドドドドドっていう。いい音ですね、はい、らしいですよね。いや本当にらしいですよ。らしいです、はい、こうあってほしいっていうのがこうなってますね。そうです、そうです、はい。そう考えると現行ゲレンデもなんかめちゃくちゃよくできてますね。いやいや、すごいと思いますよ、はあ、まあ、ただ全く別の車というか、そう、はい、違う車として認識してほしいです、うん、はい、あれは素晴らしい車なんで。じゃあベースのところはなんかやっぱりこう、うん、ブレてない。そうですね、
現代風に本当にちゃんとアレンジされてますよね。はい、されてます。なんかあのメーカーとして理由があるのかわからないんですけど、はい、今後その現行の G クラスとかまた土動画撮影とかやればわかりますけど、はい、皆さん承知してると思うんですけどスマートキーじゃないじゃないですか現行ゲレンデって。あ、そうっすね。そう、そうですね。あの鍵なのに。そうなんですよ、はい、エンジンかけるのに鍵さす必要ないですけど、はい、でもドアは開けられないっていう、はいはい、確かにそう言われるとそうっすね。だからそうがちょっと僕の残念ポイントなんですよね。まあ、皆さんそう思ってると思うんですけど、なんか今後改良されていかないかなと思って、メーカーとしてなんであそこやらなかったんだろうと思って。それはどうなんですかね。メーカーが考えれば普通できると思うんですけどね。でもあともう一個聞くのは、うん、あのドア の締まりが悪いの、はい、あれはあれで味でいいんだけど、はい、そのソフトクローズがつけばもっといいのになっていうのはよく言われます。そうですね、はい、海外チューナーでないのとか言われるんですけど、はいはいはい、全然いけます。全然いけます。これ。全然いけます。そっち大丈夫ですか？いや、全然いけます。これちゃんとついてますから、全然いけます。いや、全然いけます。本当ですか？いけますから。入ってください。意外に小回りは効かないっていう。はい、けど、短い。いけちゃうんすね。いやいや、全然いけるんですよ。違うんですよ。だから、小回り効かないじゃないですか。だから、ちょい早めに。あー、なるほど。でも、早めに切らなかったとしても、はい、絶対の全長が短いんで、いけちゃうんですよ。なるほど。はい。なんでその辺を皆さん勘違いされてて小回り効かない効かないって言うんですけど、はい、全然効きます。タイミングの問題ですか。その通りです。これなんかもう普通に街中こう走ってもなんかちょっと楽しいっす、はい、楽しいっすよね、まあ、味が分かるっていうんですかね、はいはいはい、良さが分かるというか、やっぱりもうちょっといい車であることを再確認しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、土方さん毎回聞いてるんですけど、はいはい、この車もし触るとそれはというかもうゲレンデは触ってるし、はい、ちょっとだけ、はい、ゲレンデはもう東京店お任せくださいって感じじゃないですか。そうなんですよ、はい、何でもできますよ、ね、何でもできるんで何かしら言ってください。もう色替えから、はい、もうエアロからタイヤホイールから、はい、足回りから、はい、そうですね、まあ、あとは内装エンターテインメント系も、はい、もうあらゆることができます。あらゆることできます。逆に何していいか分かんないという方は、はい、もうブログを見ていただければ。そうですね、こんなにしたいんですけどこんな風にみたいな、数々の多分いじったゲレンデ出てくると思いますんで、はい、何でもご相談ください。はい、というわけで今回はボンドカーズ東京より2016年式 G63 エディション463をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。